そう。はい、それでは最後元気に締めてくれた誰かな。はい。はい。しばらく休んでいてすいませんでした。自分のことを覚えていますでしょうか。言いたいことがあって今日来ました。それは誠さんの対談についてです。自分は誠さんの対談についてまだ納得したわけではありません。スマスさんに出稽古に行って成長して夢に近づいたことはすごく本当にいいことだと思います。でもなんでその結果が遺跡なんですか。田尻さんの近くにいてどんな影響を受けたかわからないですけど、それって引き抜きですよね。今回のことは誠が希望して決めたことだよ。そうだとしたら誠さんにがっかりです。自分は誠さんのデビュー戦の相手をして今までずっと一緒にやってきて夢や悩みも全て知っています。その夢愛するもんで叶えるべきではないんですか。まだまだの団体だし、まだまだの選手がいっぱいだけど、アイスリボン好きとか嫌いとかじゃなくて、アイスリボンが一番だって自分は思っています。皆さんもそう思ってくださっているといいんですけど、でも全ての方とは言えないですけど、自分たち選手はみんなそうだと思ってやってきています。でも誠さんは違うんですよね。自分は田尻さんが許せません。スマッシュに投げ込みます。そして藤本さん、今日ベルト防衛できて当たり前だと思うんですけど、やめていく選手にベルト取られるわけないじゃないですか。誠さんがそのベルトを作ったとしても、作った人以上に大切なのはこれから受け継ぐ人です。大切だし大変だと思います。それはさくらさん、さくらさんが作ったアイスリボンも一緒のことだと思います。これから受け継ぐ人の方が大変だし大切だと思います。自分はアイスリボンが大好きです。だからもっともっとアイスリボンで頑張っていこうと思っています。だから、アイスリボンといえば、リホと言われるようになりたいです。以上です。ありがとうございました。自分は信じています。プロレスでハッピー。ハッピー。